岩手県。岩手県は、東北地方に属する日本の都道府県の一つ。県庁所在地は、森岡市である。東北地方の北部、北東北に所在し、北は、青森県、西は、秋田県、南は、宮城県と境界を接している。面積はキロメートルで、日本の都道府県としては、北海道に次いで2番目に広い。県の人口およそ125万人のうち、 100万人以上7割強は内陸部の北上盆地に集中している。盆地と海岸部以外は山地や丘陵地が多く緑豊かな県である。江戸時代の幕藩時代は現在の岩手県の前身にあたる地域は伊達藩の北部と南部藩の南東部で構成されていた。このため県内において故障としての南部は地理的な意味とは逆に 県北部を指灰がある。また、岩手県内で陸前に該当する地域は、釜石以南の三陸地方のみである。南部、県北地域は陸中にあたる。岩手の名称は、県庁の置かれた森岡市の所属軍名、岩手軍に由来する。その起源については、住民の悪鬼追悼の祈りに対し、人々の信仰を集めて、三石様と呼ばれていた大岩、 三井氏の神、現三井神社がそれを懲罰し、二度とこの地を荒らさないという鬼の確約を岩の上に手形で残させたという古事に習うとされる。また、岩手の名が文献に登場するのは、道の区から都に献上された鷹を、三が大層を気に入り、鷹に慣れた大納言に預けたが、取り逃がしてしまったという山和物語の一節の鷹の名岩手が初めてだと言われている。 帝は、岩手を失った悲しみを、言わないことが言うことより、気持ちが勝るのを意味で、岩手イコることはでにかけ、岩で思うぞいふうに増されると演じたとう。この表現は、ここ和歌集の中からの元歌取りである。飛行区分は、内陸のなす火山帯のふもとは、日本海側気候。それ以外の地域は、太平洋側気候。それに合わせて、内陸は、 内陸性気候で夏は暑く冬は寒く、太平洋側沿岸部は海洋性気候で夏は涼しい。東北地方気候、三陸海岸沿岸部は、欠片の気候区分では、西岸海洋性気候、CFB に分類されることもある。北部内陸地方や西部山岳地帯は亜寒帯、湿潤気候、DF、DFB に属し、寒さが非常に厳しく、特に、 ヤブ川は冬季に摂氏30度近くまで冷え込むこともある本州最寒地として有名である。県内全域が豪雪地帯に指定されているものの冬の積雪量には地域差が大きい。西和賀町と八幡大市は積雪量がかなり多く特別豪雪地帯に指定されている。大宇山脈では積雪量が多く雪質も良いためいくつかのスキー場で スキーやスノーボードの国際大会や国内大会が開かれることが多い。一方、太平洋側に位置する宮古市、大船渡市などは、積雪量は、外して少ない。太平洋側の盆地である北上盆地は、陶器の成功到底の気圧配置になると、大雨山脈が壁の役割を果たして晴天になる場合も多い。そのため、放射冷却によって、 早朝の最低気温がかなり低くなる。対して、降雪時や、鈍天の場合は、気温が下がりづらい。北上盆地に位置する森岡市は、このような放射冷却の影響がある。赤稜山脈東盆地の最北端と同府、県庁所在地であるため、日本海側のため陶器は、鈍天が多く、放射冷却が起きにくい。青森市や札幌市など、より北に位置する。 都道府県庁所在地よりも最低気温が下回る、時学、東北地方では、もちろん、日本の都道府県庁所在地で、最寒都市である日が多い。実際、北上盆地の、各都市、盛岡市、花巻市、北上市、欧州市は、今でも厳冬期に接し15度前後まで下がることも、珍しなく、北海道を除き、標高が高くない都市平地部では最も冷え込みが、 厳しい地域である。しかし、冬場の朝晩は、市街地と郊外の気温差は、非常に大きく、森岡、北上、一の関を中心にヒートアイランドが顕著に見られる。一方、北上盆地の夏は、フェーン現象の影響で、南にあり、海洋性気候の傾向もある。仙台市よりも気温が高いことがしばしばあるが、沿岸部は、仙台市と同様の気候となることが多い。 国土地理院の全国都道府県市区町村別面積庁によると岩手県の面積は平方キロメートルである岩手県の東西南北それぞれの橋は以下の位置である東端は都度が先本州最東端西端は黒森峠の北東約2キロメートル南端は JR 東日本東北本線湯島駅の東南東約6.7キロメートル 北端は JR 東日本八戸線閣の浜駅の北約1トルである。加えて重心も閉気する。また総務省統計局の平成27年国勢調査によると人口重心はシワ郡シワ調査ひなやざとけ先にある。総面積で全国2位だが過重地面積割合が24.3%と低く全国40位で過重地面積では 全国5位に下がる都道府県の面積一覧2014年面積の順位を参照。過重地は大別して内陸部人口100万人程度と沿岸部30万人程度の2つ。このうち内陸部には東北新幹線、東北縦貫自動車道などの高速交通インフラが整っているが、その他の地域ではインフラが未発達で地域間移動は 国道や在来線レベルに止まっている。特に内陸部と沿岸部を行き来するためには、一般国道、県道は、急峻な峠を上り降りする道となってを、直線距離の割に移動に大きな時間を要する結果を招いている。このような状況は、県道が多数の島によって構成されている沖縄県とも相似しており、救急医療においては、ヘリコプター輸送が行われているほどである。 交通インフラの未整備に起因して短時間で県庁にたどり着けない県民が多数存在することから従来岩手県庁は県内各所に地方振興局を設置県の総合出先機関として機能させてきた近年に至って平成の大合併で市町村数が大幅に減少したことを契機として2006年平成18年4月に 地方振興局の再編を実施。高速交通インフラが整った内陸部では、細かい地域圏に分割せず、県の中枢機能が集まる森岡市広域と県南地域との南北に分割に統合した。県南地域については、従来多くの広域生活圏の設定があったが、それらをひとまとめに統合して、新たに設立した県南広域振興局の管轄とした。この結果、 従来十二だった広域生活圏は四に減少した。各振興局ごとに県内市町村を列記する。県内には四十四市十0群十五町四、村がある。町の読み方は、くずまき町、岩手町、西和賀町、山田町、軽米町、一戸町の六つが町で、他はすべて町である。村はすべて村と読む。 森岡広域振興局管内482、482人、県岸広域振興局管内514、132人、沿岸広域振興局管内218,744人、県北広域振興局管内133,932人。都市雇用圏、10%通勤圏の変遷。北上市など、県の南部では、 経済発展によって、所得水準が大きく向上している。一方の内陸北部、沿岸部では目立った経済的発展がなく、発展が遅れがちで、所得格差が存在している。統計資料で比較すると、県全体の平均所得が242万円なのに、対し、県北の中心都市に越し、くじ市では、190万円台にとどまり、50万円以上もの格差が存在している。 岩手県庁は2006年、県北、沿岸振興本部を設置して対策に乗り出したが、南北の格差は逆に拡大傾向すら停止しており、根本的な対策が求められている。約4万年から3万3000年前には、車軸戦闘機を出土した柳沢間遺跡、欧州市や金取遺跡、東野市などが存在した。また、花泉森牛をはじめとする、 動植物化石が多量に発見された金リ屋と一ノ関市などの遺跡から旧石器時代から人が住んでいたと考えられる。古くは縄文時代より豊かな狩猟、魚老生活を実現した地だった。近年の東北学では、城代の北上川流域は江戸の中心地で北上国とも呼ばれていたという説が唱えられている。また、 北上国の名が北上川という地名や日本国という国名の元となったとも、一方で伊沢の門塚古墳は最北の前方公園墳であり、山東県の影響力が及ぶ北の端でもあった。北東北地域は律令国家の形成期である7世紀後半にはまだその支配に組み込まれておらず、江戸は朝廷側からは聖罰の対象であった。 八世紀末の三十八年戦争では、伊沢にエゾの軍事指導者アテルイが現れて、朝廷軍に抵抗するが、征夷大将軍に任ぜられた、坂上田村麻呂によって滅ぼされる。その後北上川流域は、朝廷が掌握し、エゾの多くが全国に強制移住させられた。残ったエゾは、不襲として支配体制に組み込まれ、同時に、伊沢には、 関東地方から咲くとして入植者が入った。11世紀までに、奥六軍、現在の岩手県内陸部を拠点として、ぬかの部、現在の青森県東部から渡り、伊ぐ、現在の宮城県南部に至る広大な地域に影響力を発揮した、府州長の安倍氏が、反独立の勢力築いた。安倍氏は、前九年の役で、源頼地下の率いる大和朝廷軍になびいた。 秋田仙北の不襲詩清原氏によって滅ぼされた。その清原氏も一族の内紛からあと三年の役で滅び、安倍氏の千代彦欧州藤原氏が江差主軍と与田間から岩井軍平泉に拠点を移動して、欧州を掌握、豊かな山金をもとに仏教を基盤とする地域支配を実現し、その平泉時代を築いた。平泉が源の頼朝に攻略され、 再び源氏が統治した鎌倉時代には、海の国南部の河内地方を領主した海、源氏の南部市が八戸周辺に移住し、今の青森県から岩手県北及び秋田県かずの地方にまで勢力を伸ばし、沿岸部では平氏、県豪部では柴市、冷え抜市、阿蘇沼市、和菓子などが拡挙し、県南部は加西市、留守市が有力だったが、次第に、 福島県伊達軍に根城奥伊達氏の勢力が浸透し、室町時代には、火西氏、留守氏は、伊達の馬打ちとして事実上支配下に置かれた。これらの諸氏は、伊達氏の内紛によって、再び自立するが、伊達政宗の先代遺法を機会に、火西氏は滅亡、留守氏は、伊達氏の一族として組み込まれた。同じ頃、 安倍氏の末裔である一家大を母に持つ南部氏の南部信長が勢力を拡大し、南部所属の統領として振る舞うようになると、これを認めない旧古南部氏の久野平正美と争い、豊臣秀吉の治遇を得た信長は、秀吉軍を招き入れて、正美を滅ぼした久野平正美の乱。大浦氏以外の南部秘書家を統一した信長は、森岡に拠点を移し、勢力を確立した。 江戸時代には、県の南部は大ね仙台藩立市に六十二万国、一ノ関藩は田村市、水卓には留守市、水卓立市が置かれ、北部は違法もなく、森岡藩南部市によって二十万国統治された。幕末に、東北諸藩が、奥右越列藩同盟、北部政府を作ると、現在の岩手県を支配していた、立藩、南部藩はその中心となるが、結局破れて、 明治政府によって占領された。明治3年7月10日、1870年8月6日、森岡藩は財政難により、廃藩地権に先立って、廃藩を申し出、給料には、明治政府により、森岡県が設置された。森岡県成立時の管轄地域は、陸中国岩手軍、比江抜群及び、島軍、和田軍の一部のみで、 新政府に敗れる前の森岡藩より大幅に縮小された。その後、莫大な御用金を課せられたり、旧藩を分断する権益を設定され弱体化を図られるなど、敗戦の屈辱を味わう。ただし、森岡藩の廃藩地権の折に課せられた70万両の納付は減免されており、藩の借金も森岡に限らず1843年までは破棄。 1844年以降のものは、明治政府が国債3000万円を記載し肩代わりするなど、救済措置も見られた。また官軍側である、長州藩は、実際に70万両を国に贈与し、萩城も廃城をした上で、県庁所在地を山口に移し、大森県、北県に一部を譲渡するなど、森岡藩以上に厳しい措置を自らに課している。 以降は旧範を問わず多くの人材を輩出。原高氏が内閣総理大臣に就任するなど、近代日本国家建設に多くの功があった。また中央へ人材を輩出したと同時に、原高氏と山田線、後藤新平と鈴木商店など近県政治の時代を先駆けた政治的犯罪も伴った。権域は明治4年、1871年の第一次。 府県統合ではほとんど変わらず、明治5年1月8日、1872年2月16日には、森岡県から岩手県に、改称、1876年、明治9年の第二次府県統合で、岩井県から、伊沢軍、市軍、岩井軍を、青森県から二個軍を編入したが、前者は大胸旧仙台半領であり、旧半が分断された状態は是正されなかった。 1876年、明治9年1月に最初の県議会が開かれ、5月に岩手県が成立した。県名はそれまでの県庁所在地の群名を取って付けられた。1889年、明治22年に南岩手郡森岡が岩手県下で初めて市政施行し、森岡市となる。1937年、昭和12年には、 製鉄業によって発展した上平軍釜石町が、市政施行して釜石市となる。1941年、昭和16年には、下平軍宮古町、山口村、仙徳村、磯鳥村が合併、市政施行して宮古市となり、戦前までに三市が誕生した。戦後、1950から1960年代には、 山岳地帯のため交通の便が悪いことや、主な産業が富士製鉄、現、新日鉄住金の釜石製鉄所以しかなく、所得水準が全国でも低いことから、自ら日本のチベットと呼び、政府の振興策を求めたこともあった。なおこの故障は、1955年、昭和30年1月22日風切りのニュース映画。 カメラルポ脚光を浴びる日本のチベット岩手三陸において用いられたことから定着したという。その後、1964年、昭和39年に花巻空港が開港。1982年、昭和57年に東北新幹線の大宮森岡間が開業して、首都圏からは約3時間、仙台からも1時間圏内、当時となり、 交通の便は改善された。これに伴って、安価で広大な土地や豊富な水などを背景に、北上市、金ヶ崎町周辺を中心として、工場の進出が急激に進展。関東自動車工業、現、豊田自動車東日本などの自動車産業、東芝や富士通などの半導体工場、塩野義製薬など大企業の工場の進出が進み、 製造品出荷額が大きな伸びを見せた。2008年、平成20年には、6月14日に、岩手、宮城内陸地震、最大震度6強が、7月24日に、岩手県沿岸北部地震、最大震度6弱の大地震が発生した。さらにその3年後の2011年、平成23年3月11日、国内観測史上最大の超巨大地震となる。 マグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震最大震度7が発生し沿岸部の各地で津波による大きな被害が出た衆議院の小選挙区が4参議院では全県で1区を構成1995年平成7年以降細川内閣当時の打ち出した大規模景気対策に乗って公共投資を拡大させその後1997年 平成9年まで積極投資を拡大させた。当時県知事を務めていた増田博也は退任後の取材に国の財政的限界でいずれ予算が回らなくなるのは分かっていた。中略、東北新幹線や花巻空港、釜石自動車道など骨格的な事業は先にやってしまおうと思ったと答えている。結果的には彼の読み通り、小泉内閣が発足した2001年。 平成13年以降、公共投資予算は年10%以上の割合で急速に縮減され、財政再建に大きく舵を切った。県自らも県議会での質問に答える形で、財政悪化の原因について自己分析している、増田博也財政再建などを参照。かつては産業がほとんどないことを自称していたが、 東北新幹線や東北縦貫自動車道などの整備に伴って企業の誘致が進んでいる。企業の誘致には法人税や従業員からの所得税収、関連企業による経済波及効果などで大きな税源関与が見込まれることから全国の自治体が誘致にしのぎを削っている。岩手県もこの例に漏れず誘致に不信しており、これまでにトヨタ自動車系の生産工場、 東芝のフラッシュメモリ工場、富士通などを誘致した。こうした走行から、1995年、平成7年以降は製造品出荷額が伸びを示し、47都道府県中、県民所得は40位大後判から38位にまで改善した。東北6県で見ると、福島県、宮城県、山形県に続く数字である。 特に自動車産業については、トヨタ自動車が東北地方を新たに生産拠点と位置づけており、今後とも一層の誘致が見込まれる産業分野である。さらに、近年は国際リニアコライダーを軸とした国際学術研究都市構想を表明している。貯蓄率が極めて高いことで知られる。地方の県としては珍しく、県内に産業の地方銀行、 大日銀を含むを持ち、保有する金融資産は4兆円以上に達する。県民の貯蓄率は39%で、東北地方平均の25%、全国平均の16.5%を大きく上回り、東北では宮城県に次いで2位、全国でも9位の効率を保つ。2006年。 平成18年農林水産統計によると農業産出額は2、544億円。食料自給率は106%であり、北海道や青森県、秋田県、山形県などとともに自給率100%を超える数少ない県の一つであ、広大な面積と山岳に囲まれた地形のため、地域によって気候が大きく異なるところがあり、 特性に応じて様々な形態の農業が営まれている。穀物、畜産業などが伝統的に盛んである。林業は県が木質バイオマス事業などの自然エネルギー活用に熱心なこともあって生産後188億円2005年平成17年と全国5位の数字を出している。水産業では三陸海岸周辺が黒潮による 豊かな魚場として知られている。リアス式海岸の岩礁は、ワカメや海,苔といった海藻類の養殖にも適しており、ワカメとアワビの養殖で、生産公全国一位の規模を持つ。製造品出荷額は2兆1000億円で、東北地方では、福島県全国順位19位、宮城県同24位、山形県同28位に次いで4位、同31位である。 長らく主要な産業が、新日本製鉄、現、新日鉄住金釜石製鉄所、釜石市、太平洋セメント、大船渡工場、大船渡市ほどしかなく、政府の救済策を求めたこともあったが、1982年、昭和57年に、東北新幹線を宮、み盛岡間が開業すると、企業誘致が徐々に進展した。1993年、 平成5年に関東自動車工業、金ヶ崎町が進出して以来、製造業は大きく進展し、県民所得は全国40番台後半から30番台まで向上した。このほか、県南には富士通や塩野義製薬、東芝などの工場が立地する。特に2008年、平成20年2月に決定された東芝。 フラッシュメモリ工場の北上市への建設は波及効果を合わせると1兆円程度の経済効果があるとされ、県は法人税減免や定義融資などを通じてこれを後押しするとしている。東芝が行政からの融資措置だけでなく質の高い人材の確保が容易なことが決め手になったとし、金のかからない新しい産業誘致モデルとして注目された。工場新設にあたって 北上市はこれまでに蓄積した企業誘致と合わせて法人税、固定資産税の大きな増収が見込まれることから国から地方交付税の交付を受けない不交付団体への昇格を果たすことになった。岩手県ではかつて製鉄業が流盛を極めていた時代に釜石市が不交付団体となっていた前例があり、それに次ぐ開挙2008年平成20年2月、 岩手県知事定例記者会見と評された。自動車産業に関しては、トヨタ自動車が東北地方を新たな生産拠点とする意向を示しており、すでに金ヶ崎町に立地する自動車工場も、現行より10万台増の25万台生産規模まで拡大されること決まっている。自動車関連産業の集積を進めるため、岩手県は、 トヨタ自動車東日本が進出している宮城県や山形県、福島県などと連携して今後も誘致活動を展開していくとしている。観光業の振興に不信している。2007年、平成19年には森岡市を舞台にした NHK 連続テレビ小説ドンドバレが放映され森岡山佐踊りに訪れた。 観光客が8.7%増えて128万3千人となり、一定の効果が上がっている。2011年、平成23年には、欧州藤原市の映画の遺産、平泉、二国土、浄土を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群、平泉町が、境遺産、文化遺産に登録された。県庁所在地の岡市は、県内のず、 北東北の広域交通網を束ねる拠点として、機能しており、新幹線に接続して、北東北各地への高速バスが多数発着するほか、森岡駅では、東北新幹線、早伏と秋田新幹線、小町の分割、併合も実施している。東北新幹線で、首都圏や仙台、青森と結ばれる。その停車駅でもある、森岡駅は、 県庁所在地にあり、複数の路線が接続するなど拠点性を有している。旧、国鉄の JR 東日本のほか、新幹線の新規開業に伴う、並行在来線として分離した第3、セクター鉄道のイガ岩手銀河鉄道及び、旧、国鉄の季節線及び予定線を承継した、三陸鉄道がある。特に JR 山田線、岩泉線は、 民営化後も一部区間では列車本数が3から4本と数えるほどしかない。校舎については事業者より廃止届が提出され、2014年4月1日をもって廃止され、バスに転換された。貨物扱いについては、森岡貨物ターミナル駅、森岡市及び、市和郡八幡町及び、水沢駅、欧州市が貨物駅となっている。 県内のその他の路線は下記を参照。沿岸部と内陸部、特に台北部を結ぶ鉄道のダイヤが極端に少ないため、公共交通による県域横断の手段としては長距離バスが主力になっている。内陸部の縦軸の交通には、東北縦貫自動車道、国道4号など自動車を用いた高速交通インフラが整っている。その反面、内陸部と沿岸を結ぶ 横軸の交通は、未だ急勾配、急カーブの一般国道レベル、国道106号などに止まっている。また、道路の舗装率も低く、全国最下位である。なお、森岡市内は、道路が入り組んでいることと外環状バイパス道路の備えが不十分であることから、特に朝夕の混雑が激しい。秋田県は秋田市とは、千岸道路、 国道46号バイパスで結ばれており、トンネルや橋梁の整備で比較的スムーズな移動が可能である。また地域高規格道路である森岡秋田道路が整備中で、橋場バイパス、角野立てバイパスが一部共用中である。運輸支局は広大な県土に対ししわぐや幅町所在の本局一箇所のみであり、配下の車両検査事務所は存在しない。 県内で登録される自動車のナンバープレートの地名表記は岩手であるが、2014年11月17日より、森岡地域、森岡市、八幡大市、滝沢市、市和町、矢幡町において、森岡ナンバー、県南地域、市の関市、奥州市、金ヶ崎町、平泉町において、平泉ナンバーの使用が開始された。ご当地ナンバーも参照。 重要公案及び主な関連施設を一家に列挙する。災害拠点病院保育所、高校進学率は九十八点四パーセントと全国平均を上回るが、大学進学率が逆に十パーセント以上低い。私立学校の数が少ないため、公立学校が圧倒的な比重を占めている。大学入試センター試験の平均点が全国最下位なことから、県は予算を投じて、 学力の向上に取り組んでいる。2005年、平成17年度からは、県費で予備高校士を招く授業を行っているが、この取り組みが主要進学校のみで行われていることに、主要進学校の実績は顕著なのだから、進学率向上には、それ以外の高校での対策も重要との意見もある。なお、首都圏の大学に進学すると費用が高額に、 登りがちなことから、その対策として、当初は看護系短科大学となる予定だった、岩手県立大学を総合大学に路線変更したこともある。国立、全国紙はすべて、東京本社発行の紙面となる。なお地域ニュース面は読み売り、朝日、毎日は岩手面だが、三景、日景、河北は岩手単独ではなく、東北六県版として掲載。 スポーツ紙、スポーツ日本、日韓スポーツスポーツ放知、産 k スポーツの地域ニュース面は、全紙が岩手単独ではなく、東北6県版となっている。県内の民間放送局が2局しかなかった頃は、仙台放送や東日本放送を中心に、宮城県の民間放送局の再送信が行われて、いたが、民間放送局が4局揃った現在では、 再送信はすべて中止されている。岩手県の方言研究は、南部藩市である、服部武隆氏ケが1790年、完成2年に表した、奥に通じにおいて、例名とされる。奥に通じでは主に日常的に使用される語彙567号、江戸語の、小堀、コールと森岡方言の、シミルに対応させてあげ連ねる形をとっている。 服部武リ高ケ前後の研究として、黒川森高の谷の下水1799年と、小本村氏の塗料方言校187年があり、いずれも保育集である。1903年、明治36年に国語調査委員会の方言調査が実施されたのをきっかけに各地域の学校、個人による調査、研究が盛んに行われた。 大きく2地域から4地域に分けられるとされ、4地域に分ける場合、広野町から西和賀町まで、秋田、青森県に隣接する、帯状の北部方言地域、久慈市沿岸から大船渡市北部までの沿岸方言地域、森岡を中心に、東野市中部、北上市北部までの中部方言地方、横は、金ヶ崎町から釜石市までの南部方言地方となる。 広く県民に敬愛され、県民に明るい希望と活力を与えることに、顕著な業績があったものについて、その栄誉を称えることを目的とする。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。